スメラギいやさか。皆さん、こんにちは。ようこです。今回は、皆さんの大好きな韓国のお話をしようと思っておりますので、ちょっと長くなってしまうと思います。ですので、えー、パソコンの、えー、内蔵カメラを使ってやるので、ちょっとですね、画像が荒いですけれども、ご容赦ください。早速内容に入っていきたいんですけれども、内容はですね、今更って言われるかもしれませんけれども、大事なことだと私は個人的に思うので、あえて今、あの、このビデオを作ろうと思っているんですけれども、内容は、 パク大統領の口癖についてです彼女はよく「加害者と被害者の立場は、えー、千年の歴史が流れても変わらない」ということを言いますね。で、あのー、日本を悪く言ってですねあの日本を利用しているというのは分かります私にも。 ただ、日本人として、誇りある日本人として、こういう発言を聞いたときというのはですね、即座に切り返しできないといけないと思うんですね。特にあの国際社会ですからです、ね。皆さんの中で、あの私の Twitter フォローしてくださってる方々にはお分かりかと思いますけれども、私はよくですね、あの偉そうに、日本人は主張せいっていうねツイートをよくしますでなぜかというと、日本人だって主張しないじゃないですか。あの、権利というものを主張することが 悪みたいに日本では思われてますけれども権利を主張することは良いんですよそれはして良いこと権利じゃないものを権利だとして主張するのが間違いなわけですよどこかの国がやってるようにですねだからあえて自分からねいや日本こうだしこうだしとかそういうのはしなくていいですけれどもやはり 例えば韓国例えば中国例えばアメリカそういった国々が日本に対してコメントをした時に明らかにおかしいことを言ってる場合は「おい待てー」とねちゃんと突っ込めないといけないと思うわけです。ということで韓国の主張の仕方というのがあ,のあたかも韓国は侵略行為等を一切行っていないなんかこう清らかなね永遠の被害者であり永遠の悲劇のヒロインであるというような論調なんですけれども。 あの日本に、ね、歴史を直視しろと言いながらですねその言葉そのままお返ししますよと思いますよねだからあのその部分をですね具体的に何を私だったら言うかというのを、ね、挙げていきたいと思いますまずせっかくパク大統領が1000年という数字を出してくださってますのであの昔のお話をしたいと思いますそこをメインにしたいんですけれども現代のお話も後ほどしますのでぜひあの聞いていただきたいんですけれどもあのメインにしたいのは現行のお話です あの歴史に詳しい方はですね私おそらく当たり前のことしか言いませんけれども一生懸命調べましたんであのお聞きいただけると嬉しいです。えー、原稿なんですが原稿はですね元の仕業と思っている方々が多いと思いますがしかしそれは元軍だけではなくって軍軍と思わわれているものは高麗人を含む多国籍軍だったわけですよねで事の発端はフビライが日本に施設を派遣したのが始まりですけれどもそこに至ったのは高麗の弔意。 という人間がですね、日本と元が友好関係を結ぶのが良いという信玄を1256年にしているんですそこが発端ですそれが「元師日本伝」っていうものに載ってるそうなんですけれども、えー、当時のモンゴル軍なんですがめちゃくちゃ強いびっくりしたんですけれどもここにですねこんな本これ父親の本なんですけれどもこれおそらくあのー。 すみませんね、反対に映ってると思うんですけれども2005年に出た杉山勝美さんという方が書いた「目から鱗の勝者の戦略」「勝者の戦略」という本です。そこにねあの弦がいかに強かったかっていうのが書いてあります。ちょっと読んででみますすね。準備はいいですか えー、モンゴル軍団によって滅亡された大国はフェルガナ国をはじめとして金王国聖火王国南宋トバン王国大理王国大越王国西稜王国ゴール王国ホラズム王国アバース帝国などがあるがこれらの王国はそれぞれの各地域では大国として君臨していた国家であったまたモンゴル軍団と一戦を交えたが大敗北を期して蹂躙されたりその傘下に組み込まれた主な大国はキエフ公国ドイツ騎士団 ポーランド王国、ハンガリー王国、モラビア王国、ベネチア共和国、セルビア王国、ブルガリア王国、ビサンチン帝国、セルジュク・トルコ王国、カンボジア王国、パガン王国、チャンパ王国、シュリー・ビジャヤ王国、高麗王国などがあった。で、そのほかにも小国とかがあったということですね。 めっちゃめちゃ範囲広いんですよ。びっくりしました。もうこんな強かったんだってね。あの学校の教科書で習った時はそんなにそういう印象はなかったので、ほら神風が吹いて、なんかどっか行ったみたいな。そういうイメージでしたからね。そんな世界最強のモンゴルがですよ。あの、日本とね。友好関係を結ぶのが良いとて言われてね。仲良くするわけがないんですよね。 大国をいいっぱい滅ぼせるレベルですから、ら対等なな関係とかか持持ちたくないですすよ、自信持ってますからね。武力で圧迫してね日本だって取り込んじゃえって思うのが普通ですよねちなみに日本と南宋の間には正式な国交はなかったんですけれども文物の交流は盛んでしたよねで。それが不備来の目から見るとあたかも日本が南宋の繁、ね、栄を助けているように見え,る見えたかもしれないという見解があるんですよねそれと同時に日本は当時世界最高水準の参勤国だということを になってますの,であ,のまあそこもねフビライが知っていたかもかは分かりませんけれども、まあ、金が欲しいという目的もあったんじゃないかとあの日本侵攻においてっていうのがあります。で同時にやっぱり日本がね、あのー、大した、あのー、大きなその範囲を持ってないのに独立しているっていうそこも、ね、気に食わなかったのかも分かりませんね。と、まあ、というこの高麗人ちょっと そう読みが浅かったよとというところです、まあ、悪気はなかったんでしょうけれどもね成長は結果ですよね <laughs> 一つちょっと擁護してみればあの後来も一応はは抵抗はしたみたたいですよただ日本のためではないですもちろんあの悪いことをし,したくないとかそういうのじゃなくてただ単に日本を侵略するとなるとですね男は兵隊に枯れ出されるし女や子供は武器とか兵器とか作らされるわけですよそれが嫌だったんですよでそうさせられるっていうのが侵略を何回も受けてるからあのもう常識として分かってたんですね元軍なんですけれども先ほど 先ほどお話ししましまた通り多国籍軍ですね。で文英の域の内訳は日本へ侵攻した元軍は総大将にモンゴル人副将に高砂宮という高茶宮とも読めますがという高麗人です高麗人とあともう一人漢人が任命されてまあ総勢で 3, 3万から4万人と言われてますねで船は900隻で押し寄せたという話ですね対馬を襲った後、と息を襲いますね で港湾の駅の時も同じく多国籍軍でしてその時は灯路軍というのが灯路軍と江南軍に分かれてるんですけれどもその灯路軍の方があのその1回目の時と同じような構成になってますであの総勢も4万と900隻の船ですねで江南軍の方は旧南宋人の部隊でですね総勢10万人。 10万人で、えー、平船が、えー、600隻と言われてますで双方を合わせるとなんと14万人ですからねつまりですねあの朝鮮人は被害者ぶってますけれども14万とか大軍をなしてね日本に攻めに行ってきてるわけですよ昔ね。 千年経っても変わりませんよ、その被害者とち、あの、加害者の立場はもちろん。ね。日本が被害者ですよ韓国が加害者。こういう言い方をしますとですね、おそらく言い訳をしてくるんじゃないかなと思います。私が思いつくのは、あの、現に侵略されて、無理やり高麗人は、あの、日本侵攻をしたんだと。 いいうふうに解釈してくんんじゃないかなかと思うんです、まあ、日本を紹介したのは高麗人の弔意だったけれどもいやいや日本侵攻に連れられていったんだっていうかもしれない、まあ、抵抗もしてますしねただし行く前にですね日本侵攻の前、まあ、3ヶ月前でしたっけにあの高麗にね新しい王がつきますあの中列王という人なんですけれどもねこの中列王高麗氏っていうねこれは高麗の歴史ですからね日本が書いたわけじゃないですよそれによりますと、えー、中列王が 言の皇帝に必要に統制して日本を属国にするように進めたとの記述があるそうじゃないですか。いやー、中列を日本を属国にしたかったんですね。必要に進めたってどういうことですかえ朝鮮の皆さん。まあ、この記述のある歴史書物が日本のものだったらよかったですね。朝鮮の皆さんね。ただし、これは、あの、朝鮮側の歴史書物でございます。なので、まあ、自分たちの歴史書物を疑うことはないとは思いますけれどもね、どういうふうに これに対してては言うのかなと思っておアンジューコンをすごく英雄視してますのでいやアンジューコンだけじゃなくってその原稿の時のね中列王についてもですね是非誇りに思っていただいてまあそうするとねあれ歴史の被害者と加害者の立場がっていうことになるんですがまあ ね歴史を勉強してほしいなと思いますまあ韓国人に歴史を勉強しろと言いながらやはり私たちも勉強していかなきゃいけないんですけれどもあの原稿についてはですね池とか津島っていうのは本当に人が全滅してるわけですよねほぼ全滅と言われていますまあ女性なんかはねあれですよここにここ穴開けられてねこう吊るされたりとかしてたみたいでね本当に残虐だったそうですよただあの資料があまり残ってません昔っていうのと本当にみんなが死んじゃったからっていうのがあるんですけれどもねただ 一応、原稿資料館というのが、えー、福岡県庁の前の東公園というところの中にあります。正直、しょぼいです。でね、私と父親がね、ああ、こんなとこあるんだってね、二人で張り切って行ったんですけれどもね、あの、行ったら開いてないんですよ。で、平日は予約が必要だったそうで、それ平日だったもんでね、開いてなかった。けど、無理やり開けてもらった。中に入ってみますと、部屋自体もあまり大きくなくって、まあそういうお部屋が二つ、あの、続いてるだけでですね、 あの中身はあんまりなかったです。ただし、あの元軍の着ていた鎧とか質素なもので驚いたんですが、とかはいくつかはありました。で、絵とかがメインにあります。ただ、絵、えっと 絵といえどですねあの、見ると視覚的に分かるのでですね、あの非常に良いと思いますのでご近所の方々はね、是非行ける方は行っていただきたいなと思いました同じ東公園の中にですね日蓮聖人像というのがありますでその側面にですね原稿のことが描かれてますのであ、まあ、それを見るだけでもですねちょっとあのイメージ湧いていいんじゃないかと思いますすごくひどいのがお分かりいただけるかと思います 私はあの断ることにあの申し上げてますけれども日本は大々的にですね記念館とか博物館といったものに力を入れていかなければいけないと思いますあの日本は技術がありますから展示技術とかもねちょっと来ればねあのみんなが来る非常に有益な場所になると思いますよで中国韓国のようになりたくないとおっしゃる方々もいますけれども中国韓国は目的が違うじゃないですか あれはプロパガンダのためにやってるんですよ日本は何でしなきゃいけないかというと情報が足りないからですよ、ね、後世にちゃんと歴史を伝えていかなきゃいけないそれと日本に興味を持って観光客が来てくれる海外からその人たちが重要じゃないですかただ単に来てありがとうっって普通に帰ってもらったらもったいないでしょ来たら教えてあげなきゃ歴史を。 でそこをね観光スポットとかにしておくとですね何かと有利なわけですよそこの場で全部わからなくたって興味を持ってもらうということが大事なことなんじゃないでしょうかちょっと熱くなってしまいましたけれども、えー、原稿の他にもですね実は白木時代とか李氏朝鮮時代にもですねあの侵略行為略奪行為というのは多発していたようですよ記録が残っているそうです 清が中国を支配した時なんかには朝鮮軍が清軍と共同して5回も民を襲ってるんですよ5回民を襲ったそしてロシアにも2回遠征しているんですよそうですねよく韓国人は和光の話をしている印象があります中国人も言ってるような気がするんですけれどもただ和光というのはあの時代によって構成者が違うしそもそもが日本人の他にシナ人 高来人、ポルトガル人、スペイン人とかいるんですね。で、後期では多くが中国人や朝鮮人だったらしいじゃないですか。韓国人が和光が和光がとか言うたびに、それは自分たちの,あの話をしているんだと思えばいいのかなと思ってます。最後の昔の話いきます。 李氏朝鮮の宮殿を焼いたのは秀吉軍の手によるものとされているそうなんですけれども実際は秀吉軍が入城する前にすでに朝鮮の民衆によって火がつけられていたそうです。うん、で朝鮮半島を荒らしたとされる秀吉軍の半数は実は朝鮮の民衆だったというのが戦争実録とか鶴峰衆とか。 っていうものにね、残っているそうですよ。あじら様の歴史書物ですね。最近で言えば、あの韓国は日本の仏像を盗んでいきましたね。で、あの、まあ、あれが意味するところは、まあ、韓国の歴史が長いんだと言いたいんでしょうと。じゃあね、歴史長いって言うんならね、あんたら侵略めちゃくちゃしてるんだよって、お前ら被害者じゃねえだろっていうか、加害者だろっていう話ですね。まあ、被害者ぶる国ですから、なんかそういう大国にね、侵略されて無理やり。 いいろろ略奪行為での侵略行為だのねさせられたんだっていうかもしれないそしたらね聞いてやってくださいじゃあさ韓国人ってさ国のリーダーが殺人しろとか盗みを働いてこいって言ったらそれ全部やってくるような国民なのかってね昔のお話はこの辺にしてですねあの韓国の大好きな韓国併合についてですねちょっとお話をしようかなと思うんですけれどもあの反対派のね伊藤博文を殺したばかりに決定的になってしまいましたけれどもね なんんでで英ししてるんでしょうねまあ日本が合法に行った韓国併合に対してかなり恨みを持ってますね。たかりと分かってますよけれども恨みを持っているというふうになってます。それならば 中国を恨みなさいよよって思いますよねモンゴルでもいいですけれども、ね、あなた方はずっと属国だったんでしょっていうそこはなんで文句言わないのって日本はそこをめっちゃ責めるべきだと思いますよ突っ込むべきです本当にね属国でいるのが好きなのって聞きたくなっちゃうレベルなんですけれどもねなぜかというとあの国旗にまでね属国って書かれていてねそれを持ち歩いてる人たちのなんかデモかなんかの写真もねネットで見ましてねびっくりしたんですけれどもここでぜひパク大統領のお言葉を拝借したいんですけれども。 韓国が中国の属国であるという立場は千年の歴史が流れても変わらないパク大統領に突っ込みたいことまだまだありますよ。えー、在日朝鮮韓国人による犯罪率の話です。そこ無視してますよね。現在だけのお話をしているのではなくてですね、1959年の帰国事業に関連する公式文書、北朝鮮関連領事事務というものがあるそうなんですけれども、それによると、 政府世論ともに在日朝鮮韓国人の犯罪率を問題視している旨が記されていると。で、その犯罪率どのくらいだと思いますか日本人の6倍。 同時にですね1960年12月の外務省調査月報というのがあるそうなんですけれどもそちらにも同様の内容の論文とかが載っているそうです。まあ戦後のね朝鮮人まあその戦中とか戦前とかもあったのかもしれないですけれどもあの戦後の特に戦後からの朝鮮人による事件とかっていうのはあのググってみるとリストがドラ,ラッと。 出てきますからね。驚きますけれどもね。だから1965年、皆さんご存知の通り、えー、戦勝国でもないのに韓国は竹島を欲しがります。そして勝手に線を引いて、その線を越えた日本人を44人死傷させますね。で、竹島近海では16人を死傷させているそうなんですけれども、それから現代を見てみましょう。私が見つけられたデータは2006年のものだったんですけれども、誰かが計算してくれてます。えー、在日朝鮮韓国人による犯罪率、どのくらいだと思いますか まさかの日本人の6倍あれ <laughs> これねこれの数字を見た時にねパク大統領正しいかもしれないってちょっと若干思いましたね半世紀経ってもね変わってないんですよ犯罪率が1000年経ってもこの立場は変わらないかもしれないとかねまあそれは冗談ですけれども慰安婦問題についてもですねあの被害者ぶっておりますでご存知の通り1944年のですねアメリカの文書によると慰安婦は単なる売春婦ですよ 単なる売春婦単なる売春婦念を押しておきますまあそれは昔の話ですよね現在どうなっているかというとアメリカで逮捕者とか出てますよね売春婦がねおかしいんですよ過去で被害者のはずの単なる売春婦が現代になると逮捕されるんですよ やっぱり大統領の主張おかしいとしか言いようがないですよね。買収譜どころかやっぱり忘れちゃならないのが雷台藩とかコピノとかいう根結の子どもたちの話ですよね。そういう子どもたちの数満単位ですよ。どんだけ強姦してるんですかっていう話ですよね。 強姦の仕方も半端ない。皆さんだるまってご存知ですか私はねびっくりしましたあれをネットで初めて見た時はまあライダーンだったりコピノだったり海外のことをねすぐあの連想しがちですけれども日本の,あの被害者の方々はですね二日市保養所に行っておられましたからですね私もそこに行ったのを皆さん覚えてますか被害者でしょう日本が、え本ねえベトナムもフィリピンも。 ねそれからですね、朝鮮人が日本に強制連行されてきたんだということをですね、未だに信じてる人たちがいるようですけれども、ありませんでしたよ、そんな事実。<laughs> ね、あの、外務省発表集第10号というので証明されてます。慰安婦と同様ですよね。慰安婦は募集があった際に、自ら自由意志で応募した。 そして日本にやってきた朝鮮人たちも自由意志で日本にやってきたわけですから何が被害なのっていう話ですよねそれから私はパク大統領にですねお父様が結ばれた日韓基本条約についてあのどう思われているのかっていうのをね伺いたいですねあの巨額なお金をね日本は渡しましたよそれを韓国は受け取っているじゃないですかそれが意味するところは過去を清算しちゃったっていうことですよ お金受け取って過去を生産するそれが日韓基本条約お金だけちゃっかり取って他の部分は嫌とかね何わがまま言ってんのっていう話ですよねじゃあお金返してって思いましょうね日本の政治家も政治家だと思いますほら韓国の GDP って東京よりも小さいっていうのはもう常識じゃないですかね韓国にどう言われようとどうされようとあの日本揺るがないんですよあのプロパガンダはちょっと困りますけれども今日お話ししました元のようなね大きな大国がこうなんか 色々言ってきてるんならまだ考えますけれどもそんな国でも日本は倒してますよ昔ねロシアにも勝ちましたよしかももう世論が変わってるじゃないですかめちゃくちゃ今なんか五輪のね共同開催が云々かんのんでも揉めてますしかしあのまあオリンピックに関しては あのあれが平和の祭典ということと実際に選手がどうなるのかっていうのがありますね普通に韓国がボイコットしてくれればあのみんな納得するんじゃないかと個人的には思ってるんですけれどもということでまあこのビデオでお伝えしたいのはやっぱり私たちはちゃんとツッコミを入れていこうというところですね主張するのは悪くないことですあの主張することで英霊を守っていかなければいけませんあの汚名を規制させられるとかもう耐えられませんから と,いうことでまあこんな最後まで見てくださってる方いるかわかんないですけれどもご清聴どうもありがとうございました。スメ